じゃあまず重さ、どのぐらいの重さあると思います？3キロ。30キロです。30キロ。これは どんな作品どんな作品ですかね。皆さん笑ってますが、ね、いきなりなんか言葉にするハードルがめちゃくちゃ高そうな。なんか間が天川みたいな、そうそうそう、ひらがな読めない人が見たらどう思うんでしょうね。ねえ、もう模様に模様でしょ。ねえ、詩みたいです。そうそう、最初紙の方の文字の作品ですか、あれも裏に書いてあるっていう、なんか一見二次元の作品なんだけど、実はちょっと三次元的な視点が入ってるんじゃないかとか、なんかそういうこう視点のこう視線のこう距離感とか、あとその表と裏とかみたいな、そういうなんか視線の変化みたいなのがすごい皆さんの言葉からリアルに感じられたので、リアルタイムで感じられたので、それがすごい面白かった。ここに見に来た帰り道に、利用者の方から見た作品からこんなの自分も作ってみたいっていう発想が出てきたんですね。実際にこう作家たちが普段使っている作品は3個とか、同じ素材で同じような作品を作っていて、それは触って大丈夫ですよっていう素材を、手帳の提示をするとき、入り口で美術館に入ったり劇場に入ったり手帳を見せると割引になります。しかしそこでなんか葛藤があって、受付の人がどういう反応するかなっていうところで、もうお金は関係しないで、この障害に理解がありサポートしてくれる人を探すっていうのが個人的に僕には大変なので、やっぱり最初は一緒にして、その後は個人で行けるような、そういう活動を私が当事者に